いい日にできるように一生懸命歌います。お付き合いください。よろしくお願いします Stop!
皆さんにも
皆さんを付き合わせようと思います。あと何曲かどうぞよろしくお願いします。私の歌いそうとこのお店も何年か前に一度だけ島田明日香ちゃんっていうミュージシャンがいたのかな、いるのかな、まだいるのかな、呼んでもらってご縁で、一回歌わせてもらってるんですが、その時来た時はまだ常磐線が仙台からここまでこう復旧してなくてですね、今日は特急日立に乗って悠々来たんですけど、なんかこう思ってるよりも随分時間は経ったんだなと、思いますが、ちょっと大枚はたいたおかげで隣町に行くような、気分で来られました。隣町へ行くという歌を。
しようかっていうのを、なんかこの1年すごく考えてしまう。ヨリさんとそんな話をしてました。なかなか模索が続きそうですね。模索ついでにちょっと新しい歌を。
ライブの本数が減った分、あの音楽ちゃんといっぱい聴こうと思って、こう30代ぐらいまで作った曲ってこう10代から20代前半ぐらいのストックでできてる気がするんですよ。だからやちゃんと聴かねえと書けなくなるんだなっていうのが、なんとなくこうこの空白とは言わないですけど、この2年間ぐらいよく分かったことでいっぱいあのいい歌を作りたいので、まあ、いい歌を聴きたいなと思っておりますので、先ほどの高木さんも素敵でしたが、この後の出演者の皆様もどうぞいい歌を聴かせていただきたいと思います。では私は、ね、この辺で、終わりにしようと思いますが、2番手のくせにまっすぐ帰ろうっていう歌を最近歌ってしまいました。また、来たいので、機会をいただければと思います。氷が降ろうが矢が降ろうが、特急に乗っていきたいと思います。アクセルでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。